疲れ様です。いつも通りのお疲れ様です。毎回これですからね、そろそろいろんなことやれよって言われる方もいるんですけど、まあこのままでしょうね。いやー、今ですね、16時間ダイエットやってるんですけれども、これ効果あるんですかね。今が一番辛いんですよ。今10時1分今がですね、すごく辛くて、朝6時半頃起きるじゃないですか。で、私もう一旦寝るんですよ。また二度寝するんですけれども、9時には起きてるんで、この9時から12時まで、12時から食べられませんからね。だから9時から、あ、12時以降じゃないと食べられないんで、だから9時からですね、この12時までの3時間。これが苦しくてですね、いやー、きついなっていう感じですね。で、実際ですね、効果あるのかっていうのが微妙で、まあ 103.5 キロぐらいから先週末、結構落ちてたんですよ、実は。実はというか 102.1 ぐらいまで落ちてて、順調だなと思ってたんですけれども、で、なんか知らないけど、16時間ダイエットをやろうって決めて、急激にポーンと上がってきたんですよね。やっぱり普通に食べちゃうからでしょうね。なんか解放された気分があって、好き放題食べてんですよ、その16時間以外の8時間は。でこれダメですね、やっぱね。私には合わないかもしれないですよ。昨日コストコ行ったんですけど、こういうね、ジュース、いつも通りのジュース飲んで、ホットドッグ食べて、でメキシカンサラダみたいなやつも、あの帰りだから食べたんですよ。昨日キャンピングカーで行ったんで、で帰りながら食べたんですけれども、私それ合ってるのかなっていう感じですね、ダイエット。これまあでも、とりあえずこのダイエットは2週間ぐらいやってみて様子見ようと思ってるんですけれども、まあいずれにしても私の場合はですね、100キロの壁っていうのがあるんですよ。100キロは切るには結構な時間かかるんですよね。前回90まで持っていったダイエットの時も90キロぐらいまで、100キロ切るのが結構時間かかったんですよ。で、ただですね、切ればさささっと意外と落ちるんですよね。その食生活に慣れるんで。で、当時はオートミールばっかだったので、で今もオートミールにしてるんですよ。で、この16時間ダイエットを始めてからは、結局白米食べちゃうんですけれども、だからこれで様子見て、この16時間ダイエットがダメだったら、もう白米やめて、またオートミールに戻さないとダメだなという感じですね。それは思いました。ほんと。まあ、やりますから。今回は本当に気合入ってますからね、気合入れてやろうと思ってます。でもちょっとスッキリしたと思わないですか？なんかスッキリしたんですよ。ここら辺がこけてきたんですよね。なんか前、こう、デバーンっていう感じだったのが、ちょっとスルッと、スラッとしました、スラッと。ええ。そう思ってるんですよ。一応。思ってないとやっていけないんで、ええ。で、昨日コストコで、一つちょっとご紹介します。これ知ってました？インドカレー屋さんの謎ドレッシング。こういうのがあったんですよ。このドレッシングって、この、インドカレー屋さん行った時に、サラダ必ず出るじゃないですか、セット頼んだら。あれにかかってる美味しいドレッシングですよね。私これ大好きで、これ欲しかったんですよ。で、これトライアルで見つけたので、昨日。あ、トライアルすごいなと思ったんですけど、さっき実は、あ、トライアルじゃないですよ、コストコですよ。コストコで見つけたんで、すごいなと思ったんですけど、さっき実はですね、見たらトライアルにもありました。と思って、私、ドレッシング好きなので、ずーっと全部見てたつもりだったんですけど、見逃してましたね。ただこの大きいのは売ってないです。トライアルはこのちっちゃいバージョン、190ml のものが売ってたんですよね。299円で。だから今後はトライアルで買ってもいいなっていう感じです。ただ、値段見たらやっぱり計算したらこっちのコストコの方が格安でしたね。だから、まあ、コストコ行った時にこれ買ってもいいんですけど、面倒だからトライアルでも買ってもいいなっていう感じですね。いやー、まあそんな感じですよ。それで、昨日ですね、ちょっと思ったことあるんですよ。コストコ行くときに、昨日は実はですね、母親を連れて行ったんですよ。母親をコストコに連れて行こうと思って、実家にキャンピングカーで行って、まあ充電もありますよ。充電。使わないとダメなんで、それがまあメインなんですけど、
実家に行って母親乗っけてコストコ行ったんですよね。で、コストコ行ったのはいいんですけど、キャンピングカーで。集中ドアロック、ドアロックか。オートロック。ドアロックですかね。集中ドアロックっていうのかな。リモコンでバシッと、なんか全部、ロックかかるやつ、なんて言うんでしたっけ。やばいな、ほんと。もうおじいちゃんだから忘れるんですよ。集中ドアロックじゃなかったでしたっけ、バシッて。あれがですね、壊れたんですよね。これキャンピングカーの鍵なんですよ。バシッとこれが壊れて、それでキャンピングカーってトラックでトヨタだから頑丈なんですよ。だからトラックの部分は壊れてないんですけど、結局部屋の部分、仮想部分がですね、壊れて出入りができなくなったんですよね。いやー、面倒で、毎回開けるのにですね、違う鍵使わないとダメなんですよ。この鍵でも開きませんからね、これ。車のエンジンかける鍵で。で、キャンピングカー、これが壊れた場合は何を使うかって言ったら、キャンピングカーの鍵。キャンピングカー持ちはお分かりと思いますけど、皆さんびっくりしますよ、持ってない方。キャンピングカーの鍵、こんなにあるんですよ。納車の時に、鍵、こうやって渡されるんですよ。はい、どうぞって。だからこれ持ち歩かないとダメなんですよね。すごくないですか？めんどくさくないですか？だから、基本的には、この鍵だけにして、こちらは、このプリウスに積んでたり、まあ、キャンピングカーなんか積んでたりするんですよ。で、エントランスが壊れたら、この鍵使わないとダメなんですよね。なんかそのためですかね、ここにエントランスって書いてるじゃないですか。これ書いてますよね。結構壊れるんですかね。昨日はだからこれで開け閉めしたんですよ。めちゃめちゃ面倒でしょ。それで、私、納車キャンピングカーして、すぐ、ドアロックが壊れたんですよ。集中ドアロックが。で、横浜の方で直したんですよね、急遽。それでまた壊れましたからね。普通壊れないですよね。だからキャンピングカーって故障多いなっていう感じですね。で、今回すぐ直そうと思ってるんですよ。これ動画撮ったら電話しようと思ってるんですよね。10時からなんで、ナッツの太宰府は。電話しようと思ってるんですけど、またお金取られますね。故障ばっかりで。この前はゴムが外れて、8000円いくら取られて、で、集中ドアロックは結構取られるんじゃないですかね。で、そこで思ったんですよね。キャンピングカー、どれぐらい使ってんのかなって、実際。で、冷静にこう考えてみたんですよ。自分の行動、日にち、カレンダー見たりして、そしたらですね、過去ずーっと1年間見てみたら、月に一度、動かしてないんですよね。2ヶ月に一度しか動かしてないんですよ。っていうことは、年間通して、6回しか動かしてないんですよね。で、2、3回動かしてた月があるので、でも多くてもですよ。多くても、年間10回しか使ってないんですよ。これで、修理代をこんなに払ってて、あと車検でしょ？車検で十何万でしょ？今月。ああ、今年か。それで、あとバッテリー3つ変えたら、あれ、多分20万近くしますよね。だから、これどういうことだよと思ったんですよね。いや、だから思ったのが、売ろうかな、どうかなっていうのがちょっと出てきましたね。私、会社を辞めて無職になって、で、最大のご褒美がキャンピングカーなんですよ。自分に対する。だからこれだけは絶対売らないぞと思って10年間はキープするぞと思ったんですよ。で、実際、キャンピングカーって置いてても、そのキャンピングカーの部屋に入るだけで気持ちいいんですよ。で、心のゆとりが出てくるんですよね。いくら無職といえども。昔こういう仕事してたなとか、で、これから頑張らないとなとか、で、アルバイト何しようかなとか、で、どこ旅行行こうかなっていうのがいろんな思いとか考えが、どんどん巡ってくるんですよね。あそこのキャンピングカーの、あの部屋にいたら。だからメリットはめちゃめちゃあるんですよ。想像以上にメリットがあるんですよ。持ってない方が想像してる以上に。だからなかなか売りたくないんですけど、でもお金を考えたらですね、やっぱここまで無駄できないですよね。この無職が車乗るなっていう人もいますからね。だからそう考えたら、
なかなか厳しいし、それでよく食費1万ですとか、食費2万ですっていう人いるじゃないですか。で、私はできないんですよ、どう考えても。で、よくできるなと思って、逆にどうやって食費2万でやってんのかなと思うんですよね。で、時々ですね、無食系の動画見るんですよ。私もっていうか、そしたら今月の食費は2万ですとか、1万ちょっとですって言う人いるんですけど、これ嘘じゃねえかと思うんですよね。だって、食費1万ですっていう人が、普通に食事してますよ。外食ちょこちょこして。いや、それで1万って、無理だろうとか思って。だって、1回食べに行ったら1000円しますよ、外食は。それを、3日に1度やってたら、それだけで、だって1万でしょ ?3日に1度で。10、あ、だから月に行ったら10回ですよね。考えたら。10回ですよね。で、それだけで1万ですよ。で、食事全部飛びますよ。ええー。で、3日のうち1回食事、それで取ったとしても、3日のうち2日は、何かしら食材買って自炊しないとダメですよね。で、もやしだけ食べて生活してるんですかね。何も食べずに。それだったら1万可能なんですけど、2万とか1万で生活どうやってやるんだよと本当に思うんですよね。だから私今動画すごく見てるんで、職業削ってる人のちょっと学んでいこうかなっていう感じはしてます。ただ私の場合はですね、その心のゆとりを考えたら本当にそれはできないっていうか、ダメなんですよね。やったらなんか、今もダイエットしてるんですけれども、やってたらですね、気力が湧かずに何のために生きてるんだって、そういう考えになっちゃうんですよ。常にお腹が空いて24時間生活してたら、まあ24時間じゃないですけど、食べるときは食べてますから16時間ダイエットになって、ただそれ以外食べられないと思ったらめちゃめちゃ辛いんですよね。何のために生きてるんだっていう感じです。だからお金を考えたらですね、こういうダイエットみたいな苦しいこととか、まあお金考えてやってるわけじゃないですけど、食費を抑えたり、キャンピングカーを売ったり、この新しい車買わなかったり、いろいろしないとダメと思うんですよ。ただその分心のゆとりっていうのがなくなっていって、なんかイライラしたような人間になるような気もするんですよね。最近イライラも多いし。ね、心のゆとりを大切にするには、まあキャンピングカーも当然持って、車も維持して、下手したら新しいの買って、で生活できるようなレベルでね、生活をのんびりしていくっていうのがベストですけど、だからお金と、その心のゆとりって考えた時にはすごい悩みますね。どこまでお金を使っていいんだっていうのがわからないですね。本当にそのわからないって言いながらも分かってる部分はありますよ。これぐらい残しとけば老後着実に大丈夫だっていうのは自分の資産的には出てんですよね。皆さんもそうですよね。もう自分で生活したらわかりますよね。これぐらい残しとけば大丈夫だって。あと年金プラスして年金が減るっていう過程で計算して、あ、これ大丈夫だなっていうのはわかるんですけど、でも、それが分かってても、どれぐらいまで使っていいのかなっていうのが微妙ですね、ほんとね。今日はそういうふうに思いましたよ。でも、心のゆとりっていうのは私一番大切にしたいんですよね。でも、お金を考えたらなかなかできないっていうことで、やっぱりアルバイトでこういう補填していくのが一番と思いますね。ただ、アルバイトも苦しいアルバイトじゃなくて、ゆとりを持てるような、まあ甘いですけど、働き方、月、週に2回とか3回とか、そういう働き方で、負荷のないような仕事、楽しい仕事ですね。で、楽しくなくてもいじめられないような仕事、そういうのを探していこうかなと思ってますね。まあ、本日は以上です。いつもご視聴、ありがとうございまーす。じゃあすいません。失礼します。心のゆとり、大切ですよ。噛みますから。心のゆとり、大切です。失礼します。